はい、静香よすかの仮想通貨予報です。ちょっと仮想通貨市場全体軟調だということで大きく下落しておりますんで、3% とか 4% とか動きがあったら仮想通貨まとめていくつかの通貨を見ていこうかなというふうに思っていたので、今日はビットコインをまず見て、後半でリップルとかネムとか、あとビットコインキャッシュあたり、今まで反応のあったところを見ていこうかなと思います。で、他の通貨どうなんだってことあれば、コメントなり、なんか LINE アットなり、なんなり、Twitter なり、何でも結構ですので、いろいろオープンにしてますので、いただければやります。はい、というところですね。で、いつも通りビットコインのチャートを見ていただいております。ビットフライヤーの日足ですね。で、背景はいつも通り一目均衡表。で、トレンドラインももういつもと変えてません。いつも通り、この画面を開けばこうなってますので、という形であります。で、ここの最近ずっと見ていた水平に近い、この、ちょっと前までサポートしてくれていたラインで、今レジスタンスラインに変わってしまってますが、からちょっと離れて下落してきております。ビットコインも 3%、4% ぐらい下がっているってことですかね、ここでね。で、今日に入ってもまだ下落しております。で、一応このチャートで言うと9時に切り替わるんですよね、時間がね。っていうところなので、日中、さらに、ある程度下落しているということで、直近安値を抜くかどうなのかというところまで来ている状況です。64万4400円、ビットフライヤーで安値、そのあたりでありますが、今64万7642円。まあ、何もなければ下抜いてしまうかもしれないねというような水準であります。で、こう見ると、この下降トレンドの上限下限、レジスタンスサポートを見ていただくと、こういう風に下がっていて、で、その真ん中あたりで今推移してるんだねっていう感じになりますんで、じゃあやっぱりこの下降トレンド通りに行ってしまうんだなっていうような感じになってしまいました。で、これはもうしょうがないところでありますんで、で、この動き、さらにちょっとわかりやすく見ていただくために、何があったのか、もちろんその材料として、不帯、香港の取引所ですよね。不帯なのか知らないですけど、不帯と私は読んでましたが、SBI と提携してたところだったと思いましたが、日本の国内向けへのサービスの提供を、中止するということで、クラーケンとかもそんな動きがあったと思うんですが、ちょっとそういうような動きが続いておりますので、これを受けての下落だというふうに言われておりますが、それはそれで材料としてあって、あるとして、で、1時間足をちょっとご覧いただこうかなと思っておりますが、これが結構顕著な形で出てきておりまして、ちょっと動かしていきますね。こちらですね。これが、今日あたりこの辺が26日、27日、28日、29日、今日の動き、29日に入ってからの動きですね。で、昨日見ておりましたところで、雲の、下限のところまで来て、そこで、全然雲に突入できずに来ているよ。で、このままの推移をたどると、なんとかうまくいけば、ここ、雲が多少薄くなっているところで、ここ横にスルスルスルっと抜けていければ、知らないうちに雲を上抜けみたいなことになるかもしれないねっていうことをお話ししておりましたが、残念ながら雲の上限で、一気に押し返されるっていう、しっかり一目均衡表が機能してしまっている、形になってしまいました。ここで一気に下に押し返されるという形ですね。で、もうそこからはもう全然、戻せないというような状況であります。で、多少落ち着けば、それなりに買いは入るってことなんでしょうけど、やっぱり、一気に戻すような力はないのかなというか、そこまで、ちょっとこう市場全体が盛り上がっておりませんで、商いもちょっと少ないですから、そういうところで言うと、上昇するパワーにはちょっと乏しいかなという感じであります。ただ抜けるんなら今のうちなんですけどね。ということでありまして、ちょっとこう、1時間足ぐらいの短さの足でもですね、結構しっかりこの一目均衡表が機能しちゃってますんで、もしご自身でご覧になる方は、移動平均とかもいいんですが、一目均衡表もちょっとチェックしていただくといいかなと思ってます。ちょっと5分足ぐらいだとも全然効かないと思うんですけど、さすがに。そうは言いながら、上抜けトライして失敗するっていうのは、これ今5分足なんですが、それなりにこの抵抗体の厚さとかは影響してくるかなっていう感じもあります。一応ね。っていう、そんなビットコインの状況です。で、続いて後半の方で、リップル、ネム、あとビットコインキャッシュ見てまいりたいと思います。あ、で、一応ここまで下落したんで、次のメドですね。下値メド。以前お見せしたスライドと変わってません。64万5040円はこの前、下抜けしてしまったので、一応64万5000円は意識するんでしょうけれども、もう全然下抜けして、この前下抜けしてしまったので、じゃあこれはダメだねっていうところですね。で、そうするとそれが、その前、2017年11月まで遡ります。2017年11月12日の62万3100円。ここが下値目処となってくるかなと思いますが、このペースでいくと、これも下抜けてしまうかもしれません。っていうちょっと危機感ですかね。やっぱり先物があることによってショートの力もそれなりに入ってきちゃうんですよね。その各取引所の信用取引なり証拠金取引だけじゃなくて、市場ベースでやっぱりアメリカの先物とか入ってくると下押しの力もあるんだなっていうような感じになってまいりますので、この先もちょっと引き続きご注意ください。現物持ってる方とかはご注意ください。ショートで入ってる方はよっしゃ下がれって感じだと思うんですけどね。はい。ということで、後半参ります。